煙と兄弟、小川未明。薄曇りの下、空を冷たい風が吹いていました。少年はお母さんの針仕事をなさる窓のところで、ぼんやり外の方を眺めていました。もはや木の葉が薄く色づいて、秋も更けてきました。さっきからそこで何を見ているの？とお母さんが少年の様子に気がついて聞かれました。僕、煙を見ていたの。お母さんはちょっと手を止めて、その方を見ると、隣の家の煙突から青白い煙が昇っていました。お風呂の煙でしょ？それは少年にわかっていました。彼はそれを知らなかったのでありません。そうじゃないの。先に出た煙が後から来る煙を待っていて、一緒に空へ上がろうとすると、意地悪い風が吹いて、みんなどこかへさらっていくのだよ。だって、同じ木から出た兄弟だろ？かわいそうじゃないか。と少年は言いました。お母さんは、しばらく煙を見ていました。人間に例えれば手を取り合って、おぼつかなく遠い道を行くようです。そう考えるのが正しいのですよ。どこの兄弟も優しいお母さんのお腹から生まれて、同じ乳を飲んで、分け隔てなく育てられたのです。それを大きくなってから、少しの損得で兄弟喧嘩をしたり、互いに行き来しないものがあれば、また中には、ライオンのある母親を嫌って寄せ付けないものがあると言いますから、世の中は恐ろしいところですね。と何か深く感じて、こういったお母さんの目には光るものがありました。この時、僕はそんな人間にならないよ、と少年はお母さんの膝に飛びつきました。